日本兵庫県神戸市東灘区渦森台、神戸市立渦ヶ森小学校渦森台は、神戸市東灘区の町名。現行行政地名は、渦森台1丁目から渦森台4丁目。平成17年国勢調査における、世帯数は2368、人口6261で内男性2892人、女性3369人。 郵便番号658-0066。東から南東にかけては、住吉山手と、南は、八付原と、石屋川の支流日田川を挟んで、北西側は、田区の旧、高葉村域の山林である高葉と、同じく西は、桜川岡町と、同じく南西側でわずかに、土山町と、北から北東にかけては同じく灘区の、 六甲山頂に下に山と、それぞれ隣接する。渦森台からの長望昭和36年度から昭和43年度にかけて、旧、住吉村域内にある渦が、森と呼ばれる標高362.2メートルの山から造成された。ここから運び出された1480万立方メートルの土砂は、住吉川川底に作られたダンプ専用道を使って、 東部第三航区の埋め立てに使用された。元、住吉町渦森、西谷山、赤塚山の各一部が1971年に渦森第一から四丁目となった。1980年に八月原に一部が編入されている。渦は森の由来は諸説ある。神戸ゴルフクラブ90年史には、ちょうど六甲の西の谷から吹き下ろす風と、 東の住吉谷から吹く風が、ここで渦を巻くので渦が、森という名がついたとある。また、柴明は、東の西谷山に、滝壺があって渦巻いているところと推断している。古くは、畑氏が朝廷から与えられた、渦政のことで、畑氏の居住地だったことによるとか、虎井人と阿人の融合した、渦はという氏族がいた森だからとか、神が集まる、最新石。 厚森神といった説があるが、新神戸の町名ではこれらをいずれも、県境不快としている。ありがとうございます。